恋愛心理学で当てはめてもね、わかんないや。何億年前からの常識だねって言えんね。愛してるよだなんて限度近くしがきな会話。何とも似た者同士、体で理解を深まってる。妄想に揺られ約束された奇跡、言葉じゃない、そんなセリフで隙をついて、確信犯の距離で私を狙ってる。坂について牙を向け、ありふれた被害者の顔で、小悪魔の微笑み、破れたタキシード、悪欲から揺り返る灼熱の体中。謎とかなら興味もないや。ゴッテイゴムの距離が僕らを常に慰める。膨大な理論書とか倫理観なら手元にないな。最先端フィロソフィア、大した意味もないけどね。覚醒したその笑みでぶっ放せ、それでパッと裏を手を変えて OK。覚悟があるのならパーフェクトに奪ってよ。さあいつだって右ならえ、左には何かあるだろう。僕らは狼で、迷える子羊で、あ、孤独から抜け出せる白熱の天界。私を狙ってる、坂について牙を向け、ありふれた被害者の顔で、小悪魔の微笑み、破れたタキシード、あ、記憶から振り返る灼熱の体中。お前覚悟があるのならパーフェクトに奪うよ。消滅でも痛みはいちいち主張してくるよ。どうしてたら何も見えない、なったものにしかわからない。そんなまま無人極まれないよう、誰かが僕に苦しみ知ってよ。来ないで来ないで、そんなに刺激を与えないで。 Don't mind us, don't mind us、 いちいちはね、禁止がさないで。 Go away, go away、 その私はその隙へ錆びるから平気なふりして耐え切って。また出来たのです、原因特定できません。でかいやつがのさばっています。痛みがヒリヒリつつ、どうもだ知られない、僕以外にはわからない。花咲かばない、何か咲かせない、誰もらえばこのライフを送る。そうだね、そうだね、あなたが誰がすることだから。そうだね、